ブブキブランキスピンオフ企画、ブブキ使いへの道。さて始まりました、ブブキ使いへの道。この番組のメイン MC を任命されました、和木東役の小林裕介です。そして進行を務めていただくのが、ウルトラスーパーピクチャーズ広報部のオカリナです。そして半次元の松浦です。お願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この番組では今年の1月から放送されているフル 3DCG テレビアニメブブキブランキの制作現場に潜入いたします。 3DCG アニメーションによってブブキ使いに命が宿るまでを、3回に分けてですね、リポートしたいと思います。それでは早速、松浦所長、2回目のテーマは、ドーン、ブブキ2番目の部、 3DCG アニメーションの秘密。はい、今回もね、はい、大輔さんがたくさん喋ってくれると思うので、はいはい、習ってきてください。はい、わかりました。じゃあ行きましょう。はい、ということで今日も移動してまいりました。はい、そしてそこにいらっしゃるのは、前回と同じく引き続き、はい、大輔さんの方に。大輔さんです。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今回は3DCG アニメーション、はい、秘密について、はい、秘密、はい、いろいろ教えていただけるということで、はいはい、また今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、最初に秘密といいますか、やっぱりこう作画のアニメにこう追いつくためというか、うん、工夫した点みたいなところって、うんうん、はい、あ、もう僕たちやっぱり作画っぽい CG アニメを作ろうっていうのは最初からあったので、うんうん、そこに行くために結構たくさんハードルを超えた部分はありますね。やっぱり一番最初のハードルだったのはモデリングで、はい、セルっぽく、まあ、前回お見せしたセルシェーディングで、はい、いい感じのセルっぽい顔にするみたいなのがまず結構ハードルで、はい、それは試行錯誤はかなりしましたね。はい、あとやっぱり動きの面でいうと、はい、一番大きいのは意外かもしれないですけど、コマを落とすこと。コマを落とす、はい、普通ですねまたちょっと頭の上に分かりやすくてごめんなさい、はい、普通の、フィルムはですね、映画のフィルムとかですと、基本的には1秒間24コマなんですね。はい、だ24コマの絵で1秒間の動きが、はい、見れるわけですけれども、はいはい、日本のアニメーションって1秒間24コマも絵作ると大変なんで、だいたいね8コマぐらいにしてるんですね。3分の1ぐらいにしてるんですね。はい、でこれ3コマ打ちって言われてるんですけれども、はい、でそれを、3DCG でもやってみようということでやってみたら、割とアニメっぽくなったっていうのがありまして、はい、でもそこに気づくのに結構何年もかかったんですよ。あ、じゃあ、うん、本当に気づいて、はい、で試してみたら、ね、やっぱり CG やってなんとなくコマを抜きたくないんですね。動かせるし、いや、ね、そう、コマ抜いた方が実はごまかせるんですけど。あ、そうですね、そうなんです。どんどん専門的になってきちゃった深い話だとは思うんですけど、はい、だから海外のCG のアニメーションとかとはちょっと違う、はい、やっぱりセル用のアニメーションに特化した、はい、付け方をしてるんですね。違和感なく見れますね。そうですね、今ブブキブランキ見ててなんかもうすっと、まあ、すっと入って言われなきゃそれこそ、まあ、CG だとわからないぐらいの、もうそれはすごい嬉しいです。クオリティになってきてるなって本当に素直に思わされましたし、はい、今回は、はい、ね、前回モデリングの話を、ね、はい、伺ってきたんですけれども、はい、なので、はい、今回はアニメーションの話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあですね、まあやっぱり最初にですね、こういった大きなプロジェクトを始めるときは、はい、最初にライブラリーというのを作りましてですね、はい、1話でも結構東くんが、はい、走ってるカットで始まったりするじゃないですか。そうですね。で、2話とかでもやっぱり走ってますし、はい、走りとか歩きとかよく出てくる動きなんですね。はい、ですので、このプロジェクト始めるときにですね、はい、もう最初に走りと歩きは最初にとにかく作ってしまおうと。うん、これ前回も出てきましたが、はい、骨東ですね、はい、ちょっともうこれ歩きのアニメーションがついてます。あ、走りですね、はい、こんな感じです。お、走ってますね。確かに。でこれを、東くん、実際に東くんに適用すると、はい、東くん出てきました。
でこれをもう一回動かしてます。おー、走ってる、あー走ってる、普通に割とどこから見ても走ってる。走ってます。でも実はこれあのその場走りなんですね。あ、そうなんですか。はい、これその場走り、こっちで見ると分かるかな、はい、あ、ほら、あ、本当だ、その場で動いてない、動いてない、あの足踏みしてる状態ですね、はい、これであの基本は作っておくんですね。あ、そうなんですね。じゃあ実際には動いてないんですね、はい、その場から。はい、その場で動いてなくて、これであの背景を動かすとあの走ってるように見えたりとか。なるほど、はい、あとこれを基本として作っておいて、はい、であの後からあの実際に動かして走らせて、はい、それであのいろいろもっと細かくあの芝居をつけ直したりとか、はい、あの足もちゃんと地面につくようにしたりとかです、はい、あの普通にこのまま動かすとね滑っちゃったりとかするんです。滑る、はい、ちょっと浮いているみたいなことですか。そうですね、あのこれをスーってただ動かすと、はい、あのやっぱり、はいはい、体動きは走ってるんだけど足がなんかよく見るとちょっとあのついてる時にも滑ってるなみたいになっちゃうこともよくあるんで、そこはちゃんと地面に足がつくように、あの調節したりですね、はい、まあこれは本当基本、はい、基本の走りなんですけど、はい、これをやっぱりねいろいろ使い方によってはいろいろあの調節しなきゃいけない感じですね、はい、で実際にこれシーンの中で使ってるのを見せ、はい、お見せしますね、はいはい、おお、これはあの本当にあの背景を、はい、まあまあこれあの絵コンテが敷いてありますけど、あの、はい、人とかあの柱とかがこうやって動いていくことで、はい、あの走ってるように見える、見えるっていうこと、実際にはもうその場走りになってる。そうですね、これはその場走りですね。あ、なるほど、すごい。あと実際に本当に移動させて走らせて作ったムービーをお見せします、ね、はい、ああ、確かに、はい、はい、1話の、はい、ブブキ警察から逃げるところ、逃げるところですね、はい、はい、これもでもよく見ると足の先を実は微妙にこう切ってるじゃないですか。あ、確かに、はい、こういうのはあの監督の小松田さんが結構あのこういうところを気遣っていただいて、はい、やっぱ足の先が映ってると本当さっき言ったみたいに滑るのがバレたりとかするんで、これはちょっと微妙に切ってあったりするとすごく作りやすいんですね。そうなんですね、言われなきゃわからないですね、はい、小松田さんはそういう工夫が随所にあって、あの実は絵コンテとかでもすごい工夫してあって、あのすごい CG アニメーターがあの割と楽に作れるようにいろんな工夫をしていただいてるんですね。本当に随所にその監督のこだわりっていうのがじゃあ、はい、あるんですね、あのこだわりとか工夫とかはですね本当に溢れてるんで、はい、あの何回見てもやっぱりあの発見があの実はできるぐらいいろんなところに小松田監督のこだわりが入ってますね、はい、今度は表情ですね。表情、はい、今回はちょっと完成した画像から見てもらいましょうか、ね、あ、はい、はい、おお、こういう出た、はい、あの小金ちゃんの、はい、鬼の形相、鬼の形相ですね、はい、あのこの表情をやっぱり作るのにアニメーターさんがやっぱり、はい、あの結構苦労なさっていて、絵コンテでもですね結構鬼の形相で描かれているんですね。はい、特にあのブブキの絵コンテは割と表情がしっかり描かれているので、あのすごいあのいい参考になるんですね、はい、でまああのこれを作る時も最初は絵コンテとかも参考にしつつ、実は表情集というのがありまして、はいはい、前回ねデザイナーさんにあの、はい、最初に描いてもらうという話をしたと思うんですけど、はい、これもあのデザイナーさんに最初に描いていただいて、はい、こういういろんな表情が大人っぽいなすごいあのでまあこれをもとにですね、はい、あのこういう表情ができるようにもともとその表情パターンっていうのを顔に仕込んではあるんですけれども、はい、なかなかそれだけでもやりづらい、あの全部は表現できなくてですね、はい、ただあのさっきのあの小金ちゃんの表情は、うん、あのアニメーター進藤さんっていうんですけど、はい、進藤さんはですねこの辺を参考にして作ったということなんですね、はい、で絵コンテの表情とこの顔とをどっちも参考にして本人があの描いた絵がこれですね。こんな絵を描いてですね、はい、自分の中で膨らませるんですね、あこういう表情がいいかなっつって、はい、で膨らませてなおかつ作っていたら途中で歯の形を牙みたいな形にしてくれよと今度はディレクターの方が、から希望が出て、なんでそういういろんなの
合わさって、これですね、 あと演出の方からここ尖らしてくれみたいな話が出たという、はい、なんかそういう細かい口の形とかまで演出が入るんです。そうそうそう、はい、さっきの表情は、はい、その絵コンテと表情集と演出さんと、うん、あと CG のディレクター、うん、みんなのこの意見をうまく取り入れてた上で、自分でこういう絵まで描いて、はい、でミックスして作ったのがさっきの表情なんですね。なるほど、面白い。すごい表情豊かですよね、小金ちゃんって。そうなんですね、小金ちゃんはやっぱり、アニメーター皆さん、はい、小金ちゃん大好きで、やっぱりそれぞれ皆さんいろんな表情を作っていただいて、はい、これ CG で実際に主人のシーンですね。これすごい。小金ちゃんがこれはこれですげえ怖い。すごいですね。迫力ありますね。これはちょっと衝撃だな。もともとね、小金ちゃんの顔っていうのはね、こんなんなんですけどね。はい、そう。ちょっとこの今これ見るとそれはそれで。これをね、ちょっと CG のアニメーターの方がいろいろ表情をつけた、はい、こういう鬼の形相になるということですね。はあ、怖いですね。怖い。怖いのが大事なんで、このシーンは。確かに。はい。はい、小林さん、はい、今回どうでした？アニメーションとか見てもらったと思いますけど、はい、そうですね、今回すごい面白かったです。よかったですか？はい、やっぱり 今までのアニメと遜色ない動きにするために、うんうんうん、努力工夫されてるものもすごい多くて、はい、あとは何でしょう、一番最初にモデリングできたからといってじゃあそれで全部補えるのかといったらやっぱそういうわけでもないし、アニメーターのこだわりがこう入ってくると、はい、またちょっとよりね、はい、命が、はい、込まれた感がします、ね、深みが増していくというか、はい、はい、なんかそういうのがリアルに見えてすごい面白い回でした、今回も、はい、本当にありがとうございます。なんかすごい面白い体験ばっかりさせてもらっちゃってありがとうございます。本当に裏側を見てしまってます ね。だってこの後30人に入るからほらあ、いっぱい教えないと、その準備ですね、うん、今ですじゃあちょっと次回も、はい、そうなんです。次はね、とうとう最後なので、はいはい、次はどんな現場が見れるんでしょうか、うん、やっぱ集大成なんじゃないですか。どうでしょう。いやいやいや、どうでしょうじゃないね、どうでしょうじゃないけど、まあ多分いいものがまたね、はい、見れると思います。はい、わ、はい、かりました。じゃあもうそれでは次回をお楽しみに。お楽しみに。